すべてさ、今こそ誓うよ、愛を込めて強く強く。このでいい。クソアカペラでした。はい、で、この声が枯れるくらいに、なんだっけそれ。この声が枯れるくらいに、君に好きと言えばよかった。会いたくて仕方なかった。どこに行っても何をしてても、中学校3年生2年生ぐらいの時、これマジ流行ったからね。